今ね、ハンコと筆記用具をね忘れたんで取りに行って出直してみると、でまあね、今日は浜松観光ボランティアガイドの会南ブロックのね定例会ということで行くんだけど、今日はあのユニフォームをね試着すると新しく買う、冬用のねユニフォーム、それを着るというんで、まあ、まあ僕が持ってるね結構厚着、今日だいぶ暖かくなってきたんだけど、僕が想定できるね厚着をねしてきた。これをこの上にね、そのジャンバーを着るとなるとどういう風になるのかというのをね、まあみんなに見てもらえればと思うんだけど、どう考えてもああいうジャンバーをね室内用じゃなくて要するに屋外で着るっていうね、その発想がわからんよ。それも冬用だよ、まあ、ああいうっていうのはよくあのスタッフジャンパーってね、ペラペラの本当にあの薄いジャンパー、ナイロンのね、それがまあ要するに冬用に着ようなんてそりゃ無理だよって無茶でしょって思うんだけど、どうもそのあたりが分かってないんだよね。その無謀さに、楽天チェックインをね行く前にしていこうかと思ったけど、もう時間ないんでね、もうすぐ新津の市民共同センターに、行くことになるんだけど、まあ本当に無駄というか、というかね、あのね、要するにサイズもあるわけよね、 SML、 LL もあるのかな、そんなようなね、サイズを、まあ、今日は、ね、それぞれ人によって違うと思うからそれを着てるみたいなことなんだけど、あのねユニフォームってね結構僕なんか気にしないよね、というのは基本的に標準的体型なんで、標準的体型の人間からすると普通 L 頼んで、男のね、ちょっと大きめブカブカ M でも着れないことはないぐらいの体型なんでね、72センチなんでね、ただこういうふうに何かの上に着るってなるともうやっぱり M でちっちゃいんで L になるんだけども、このジャンバーの上に着るってなると L でもパツンパツンになるんじゃないかと思うんだけど、でだからといって LL を着たら今度ね、まあ、秋、春秋にもそれを着るみたいだから、ある程度はね、まあ、冬だけじゃなくて、
なると今度は LL だとダボダボになるわけよ。郵便局映ったぞ。その辺りね、実際来てみてどうなんでしょうみたいなね、ことになると思うんだけど、まあ、いや、それなのかな。窓は開いてるけど、窓は開いてるけど、草が生えてると。草が生えてると、なんか空き家っぽく見えるね、これな。今日3月ってことは新人さん来るのかな。どうなんでしょう。駐車場空いてるな。大丈夫だよな。日にち時間間違ってないよな。大丈夫だ。来てるわ。バイク自転車仲間が。ということでね、到着。